カッファレッリの肖像がカッファレッリとして知られるガエターのマヨラーノはイタリアのメゾソプラノカストラート歌手。ナポリを中心にヨーロッパ各地で活動した。歌手としては第一級だったが性格は傲慢だったと伝えられておりしばしば他人と衝突を起こした。カッファレッリはビトントで生まれた。おそらく他の兄弟と共にナポリのイエス・キリスト・ヒンジャ音楽院で ドメニコ・カッファーロという人物を使としたようであり、そこからカッファレッリの呼び名が生まれた。ナポリではニコラ・ポル・ポラに学んだ。1726年にローマでデビューした時は女性役だったが、その後は男性主役としてイタリア各地で活躍し、カッセ・ポル・ポラ・ランプにアーニーラの作品を演じた。カッファレッリはナポリの宮廷歌手としてナポリ大聖堂サン。 バルトロメオ劇場、サンカルロ劇場、王宮などで歌った。1730年代のロンドンではヘンデルを中心とするアカデミーとポルポラを中心とする貴族オペラの2つのオペラ公演団体が争っていたが、1737年に貴族オペラが倒産し、ヘンデルは脳卒中に倒れて共倒れになった。ヘイマーケットの国王劇場の支配人だった。 ジョン・ジェームズ・ハイデッカーは、ポルッポラとファリネッリに代わる人物として、作曲家に、ペシェッティ主役家ストラートに、カッファレッリを招いた。しかしながらヘンデルが病気から復帰すると、ヘンデルとハイデッカーは手を組み、カッファレッリは、ヘンデルの作品を歌うことになった。カファレッリは1738年のシーズンで、ヘンデルの新作オペラ、ファラモンドとセルセを歌ったが、あまり成功せずに、 ロンドンを去った。1739から1740年にはパルマ公、フィリッポの結婚祝いのためにマドリードで歌っている。1746から1749年にはトリノ、フィレンツェ、ジェノバ、ローマ各地でオペラに出演した。1749年にウィーンへ行くがメタスタージオの伝える逸話によると、この時劇場好きの詩人、ミリアバッカと、 決闘騒ぎを起こしたという。1752年にナポリで上演されたグルックの皇帝ティートの慈悲で主役のセストを演じた。この時グルックがカッファレッリに当てて書いたアリア狭いセ,センチスペラルティーインボールとは、後にトーリードのイフィジェニーで王妃運のあるイフィジェニーとして再利用された。1753年にはルイ15世に招かれてフランスへ行くが、 翌年、ブフォン・論争ンソでフランス側を支持した詩人バロド、祖母と再び血統騒ぎを起こしたために悲鳴された。その後リスボンで歌うが、リスボン自身を危うく逃れた。それからファリネッリに招かれて、マドリードに滞在した。ナポリの邸宅の表七1756年に、ナポリに戻った後は引退するが、その後も1765年まで、時々歌うことがあった。晩年は、 弟のパスクアーレの子供たちの教育や事前事業に費やされた。1783年にナポリで没した。晩年のカファレッリは裕福でナポリに建てた邸宅が今に残る。アムピオオンが定売を建てたように私はこの家を建てたという標語が掲げられている。ありがとうございます。